我々は、まあ、海賊版とかね、そういうものをきちっとチェックしないと、日本の企業産業にとって大変だというような、まあ、もちろん認識だったわけですけども、しかしこの欧米諸国でね、特にヨーロッパ等で若者に非常にこれは問題があるという運動が起きているという話を聞きましてね、なぜだろうかということを、まあ、聞いたところですね、やはりこのインターネットの世代にあってですね、この海賊版を抑えるのは結構だけども、しかし自分たちのこのネットの中にいろいろと侵入されて、まあ、権力といいますか、そういうところからね、で自分たちのこの自由が失われる恐れがあるんだと、表現の自由、はい、報道の自由、言論の自由が侵される可能性がある、ね、いうことを本当に政府とか皆さん知ってるんですかという、そういう若者の率直な話を聞きまして、私もえっと思ったんですけど、大変重要なことが書かれています。今日の政治が一体なぜこのような政治になったのかという素朴な疑問があるんですね、はい、その素朴な疑問にお答えいただける内容になってるんじゃないかなと。これはどういう仕組みなんだ。多数決で決めるべきことをですね、多数決で決めない方法がこの最近の政治に導入されたんです。それはどういうやり方かといいますと、政治改革の名のもとに導入された小選挙区制の悪用こそがこの国民を裏切るシステムなんです。小選挙区制を悪用していると。悪用する。それから一人主義と、はい、このなんか一人という言葉は今考えてみると、これこういう言葉入ってますね。郵政民営化という言葉あるけれども、実はそれはイコール郵政米英化につながる恐れがあったんです。なぜなのか、なぜなのかっていうところがこの裏切りのシステムのですね、はい、根幹にあるんだろうと思います。根幹にあるのが日本国が未だ独立国でないということになるんです。今ちょっとお話にありました郵政民営化の話と TPP、うん、これね全然別のことだと。かたやね、昔行われた話じゃないの、小泉さんがやったことでしょ、 TPP で現代のことで、でこれ多国間の条約でしょ、なんか全然違う話をしてるようなんだけど思う人多いと思うんですよ、はい、金融ビッグバンの結果どうなったかっていう、まあ、今ちょっと触れてるところね、はい、話題に触れてるところなんですけど、これ157ページに書いてあるんですよ。規制緩和も構造改革もアメリカのために行われたっていうね、そして、アミテージ報告みたいなですね、どん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 これも揉めてくれると結構ですよ、でほらアメリカ軍が必要でしょってこういうふうに言ってくるわけです。これには乗っちゃダメですよね。全然乗る人ないですよね。もう普天間なんてね、うん、即時返還に決まってるんですから、そんなもの、うんうんうん、あんな危ないところにまでね、うん、基地を置いてまで、うん、ね、ビクビクしていなきゃいけなかった時代はね、うん、もう米ソ冷戦構造の終結ともに終わったと、うん、長い間ご苦労様でした、うんうん、普天間からは引き上げていただきましょうと、うんうん、こんな国でね、まともな政治家が本当に育つのかっていう、うん、もう危機的な状況にあると私は思いますよ。それはまあ、ね、メディアの洗脳というのはものすごく大きな、そうメディアが全く反省しない、うんうん、あの小泉解散というのは何だったのか、うんうん、ね、地域で育てお互いに先輩子が育ってきた政治家だって、うん、職業会社員と同じようにね、どこでもそうですよ、やっぱ時間をかけて育っていくわけですよ、うんうん、経験を積んで、しかしもうすでに政界にいる人の中では大体はっきりしてますので、うん、やっぱりこの新しい思想を打ち出して若い人に政治に参加してもらう、うん、その時にね、既存の概念にとられることなくね、うんうん、人の話をいろいろ聞いて自分で判断できる、うん、そういう若者が出てきていると思いますね。うん。